アザトースと茂る神たちアザトースは、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの作品及び、クトゥルフ神話に登場する架空の神聖。アザトホースとも、魔法、万物の王、白地の魔王と呼ばれ、神々の子祖とされる。ラブクラフトが1919 19年に仕立た,ためた美貌録に、アザトース、おぞましき名前という一節があり、これが、アザトースという名前の書室とされる。本来、 アザトースは、聖書に由来し、アザゼルとアナトテを合成した語だったのではないかという仮説を、ロバート・エム・プライスは唱えている。ラブクラフトの1919 19年の美貌録には、遥かなる、マコ・アザトースの暗ンたる玉座を探し求める、恐るべき旅路という小説の構想も記されており、これを、彼は、ウィリアム・トマス・ベック・フォードの、バセックのような長編小説に発展させようと、 考えていた。ラブクラフトのこの試みは実現せず、アザトースと題する約500語の談笑の実が現存しているが、後に案を使い回して書いたのが1926年の未知なるカダスを夢に求めて、なのではないかとウィル・マレーは指摘している。ロード男性にのペガーナの神々に登場するマーナユード・スーシャイからもラブクラフトは着想を得たのではないかとプライスは推測している。 マーナイコールユードスーシャイは、神々を作り出し、叱る後に休んだとされる創造神で、彼が目を覚ますと、世界も神々も消えてしまうため、コシュスカールが常に太鼓を打ち鳴らして、マーナイコールユードスーシャイを沈めている。超自然的な学士に付き添われた意志なき神である。マーナユードスーシャイは明らかにアザトースの原型だというのが、プライスの説である。断章、アザトスを別にすれば、 ラブクラフトがアザトースに言及した最初の作品は未知なるカダスを夢に求めてでありそこでは次のように描写されているアザトースへの言及がある次の作品は闇に囁くものであり資料秘宝がアザト法とという名称で慈悲深くも隠したあの角のある空間の向こうのものすごい原子核の混沌世界と描写されている魔女の家の夢では主人公ウォルター・ギルマンが 魔女キザヤメイスンから黒い男に会い、究極の混沌のただ中にあるアザトースの玉座に至らねばならぬと告げられている。ギルマンはネクロノミコンで時空のすべてを支配するという白地の実態、アザトホースについて読んだことがあり、後に白地の魔王、アザトホースが君臨する混沌という究極の虚空の暗ンたタるンタ螺旋状の稼働へ連れて行かれる。 1935年に執筆された闇の調料者にもアザトースへの言及があり、万物の王である盲目にして、白地の神アザトホースのことが語られている。ジェームズ・ F ・モートンに宛てた1933年4月27日付の手紙で、ラブクラフトはモートンのことをたわむれに、ユーピテルの子孫と呼び、自分とクラーク・アシュトン・スミスは、アザトースの末裔であると述べている。 この設定が、ラブクラフトの作品で使われたことはないが、アザトースは、自らの子であるナイアーラトテップと、闇、無名の霧を通じて、ヨグソトースや、シュブイコールニグラス、ナグト、イエブ、クトゥルフ、ザトゥグアラを生み出したとされる。この冗談において、ラブクラフトは、ナイアーラトテップの、スミスは、ザトゥグアの末裔ということになっている。ラブクラフト以外にも大勢の作家がアザトースに、 言及しており、その筆頭は、オーガスト・ダーレスである。ラブクラフトの残した談笑をもとに、ダーレスが書き上げた、長編、暗黒の儀式では、アザトースは、旧支配者の総帥とされ、キリスト神話における、ルシフェルのような役割を担っている。ダーレスは、アブドル・ワルハズラットの、ネクロノミコンに固くして、次のように述べた。ベテルギウスを治める。 旧神に反旗を翻したる者ども、旧神に歯向かいて戦いし、旧支配者、旧支配者を引いたるは盲目なる地狗の神アザトース。そして、ヨグソトースなり、ダーレスによるとアザトースは、旧神に反逆した罰として、意志と知性を剥奪されたが、暗黒の儀式では、アザトースの復活も予言されている。盲目なる、地狗神、有害なるアザトースが蘇る。世界の中心。 混沌と破壊のみがあるところ、かの神が万物すなわち、無給の核心にて沸騰しつつ冒頭の言葉を吐く。ところより蘇る、クトゥルフ神話の体系化には、辞典を作ったフランシス・レーニーと、リン・カーターの貢献も大きい。ダーレス世界観では、旧神は、アザトースよりも、上位の存在であり、レーニーは、アザトースを、旧支配者の最高位とし、邪悪さゆえ、 旧神に追放されたと記している。またカーターは、アザトースが旧神に知性を奪われたことや、旧神がアザトースとウボサスラの双子神を創造したことなどの設定を追加した。ダーレスの訓導を受けた。ラムジー・キャンベルは1964年に幼虫を発表し、アザトースを崇拝する幼虫を登場させた。社外性で誕生した彼らは、 他の種族を奴隷にしてはアザトースへの生にとする。アザトースが旧神の罰を受ける前の姿をかたどった像が幼虫には登場する。その姿は二枚貝のような外角を持ち、多数の長い義足が伸びている。殻の中には毛に覆われたものがいる。キャンベルの暗黒星の完成によると、ネクロノミコンにはアザトースの別名が記されている。 その名は明らかになっていないが、N で始まるという。ブライアン・レムレイの作品では、旧支配者の狩猟は、アザトースではなく、クトゥルフであり、アザトースは、宇宙生成の原動力とも言うべき別格の存在である。アザトースの落とし子は、ほとんどが事故を制御できずに自戒するが、中には、正気を保って生きながら得るものもいる。なお知られている落とし子として、 アザートアザーテアザートの見柱があり、彼らを総称してアザーテという。ラブクラフト以外で最初にアザトースを具体的に作品に組み込んだのはヘンリー・カットナーである。カットナーは1939年の作品ヒュドラにアザトースを登場させ、さらにあらゆる存在は万物の王アザトースの思考により創造されたと言及している。存在する宇宙は 眠るアザトースの見る夢に過ぎず、アザトースが目覚めると消滅してしまうともよく言われるが、これは先日したマーナユードスーシャイが混同されている可能性と漫画エンジェルホイゾンの影響をモリ瀬良が指摘している。クトゥルフシンは TRPG の差し絵にてアザトースがビジュアル化されている。脇立つ触手と肉の塊として描かれる。ありがとうございます。